般入試は共通テストの配分が大きいです。英単語や古文単語は毎日少しずつ取り組んでいきましょう。また数学と理科は問題集をこなしていって標準レベルの問題に抜けがないようにしましょう。英語はシャドーイングがとてもおすすめです。また模試の復習もとても大事です。どこが間違えたのかを見直して自分解き直すこともおすすめです。小論文は学校の先生や塾の先生などに添削してもらいましょう。面接を受ける人はどんな先生になりたいか、大学で何を学びたいかを明確にしてから受験すると良いです。勉強記録を取る、ご褒美を作る、適度に息抜きをする、寝る前にスマホを触らない。新しい大学生活が待っています。頑張ってください。